どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデル、現在予約受付中を使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くよりやる方が最高。どんどんやっていきましょう。今回のテーマソングは、白雪姫、映画白雪姫の挿入歌、日本語のタイトルだといつか王子様がという曲ですけど、この英語版いきたいと思います。 Someday my prince will come。 はい、こちらのね曲も本当にジャジーで、本当なんかかっこいいクラシック感もあって、ちょっとね気品も高いみたいな感じで、これ名曲ですよね。で今回ちょっと面白い企画をやってまして、日本語バージョンのこの曲いつか王子様がの動画も同時公開してます。日本語バージョン見たい方、こっちはちょっとここにリンク貼っておきます。概要欄にも貼っておきますけど、こっちの方でね濃厚解説してます。こっちはねその解説をちょっと共用にして英語にしてるということなんで、そっちの日本語バージョンをよく見ていただいて、またこっちに戻ってきてさ、英語のバージョンをちょっとやっていきましょう。いつものようにこの英語バージョンで2バージョンやります。最初のバージョンは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンなんですけれども、この曲3拍子という曲なんで、ワンブロック3回弾くというルールがあります。 1,2,3 1,2,3、 はい、これでやっていこうと思います。かっこいいバージョンは、トレモロ奏法というちょっとね斬新なリズムでこれ演奏してみようと思います。これ素晴らしく素敵なリズムなんでね、ぜひ、2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やりたいなと思ったけどやったことないんです、チャンスがなかったんですという方と、楽器に挑戦したんだけど難しくてやめちゃいましたみたいな方、あっという間にこのちっちゃいウクレレを弾いて歌う弾き語りができるというプログラムがあります。このガズレレプログラム、めちゃくちゃ分かりやすくて簡単で楽しくてどんどん上達できるんで、全世界中の方が今何十万人もこのガズレレで音楽始めてくれてます。皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここら辺に貼り付けておきます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画を見ているだけで本当に誰でも、キッズからおじいちゃんおばあちゃんまであっという間に弾けるようになります。はい。これ YouTube 動画ですから、無料ですからね、音楽始めましょう。じゃあこのプログラムのリンクここに貼りますよ。いってらっしゃい。ここ。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレを弾いて歌えるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1800曲以上も取り上げております。皆さんの好きな曲必ずあると思います。今日みたいなアニメソングとかディズニーランドの曲、ここにもいっぱいまとまってますので、ぜひここもチェックしておいてください。それでは やってまいりましょう。はい、いつか王子様が、白雪姫の挿入歌、英語版簡単版3つ弾き、ワンブロック3拍子ですから、ワンブロックの3つですからね。はい、ためながらフィーリング込めてやってみます。
Someday my prince will come. ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。英語でやるとまたこのね、日本語でやるのとはこう違う、おしゃれ度が増すっていうか、なんかこう、ね、あの、世界が全然変わりますよね。この言葉で、同じ曲なんだけど、このやっぱり、この違いもすごく楽しいと思う。日本語バージョンと合わせてね、ご覧になってください。最初のうちは楽譜的なものを見て、見ながら練習しているうちに自分の中に落とし込んでいって、いずれは自分で覚えちゃって、ほんと、いつでもどこでもこう、外でね、星空を見ながら歌うとかね、夕日を見ながら歌う、こういう風にやるのがいいと思うんですけど、まずはね、楽譜練習を始めましょう。でも楽譜ってどこにあるんでしょうということになると思うんですけど、安心してください。今ね、画像はですね、見てください。手書きにした、これを見ながら演奏してきました。ものすげえシンプルな楽譜ですからね、今日は。今すごい便利なサービス始まってます。はい、ガズクラブです。ガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げているいつか王子様が、を含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックデータの中から、皆さん毎月5曲、この曲いいな、やってみたいなという曲をお選びいただいて、お手元に即座にダウンロードして、すぐにね、レッスン、自分でレッスン開始できるという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも、毎月2回、全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ。オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、こう村作りとして動いてますね。はい。これ概要欄にね、詳細貼っとくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。で、このね、解説なんですけど、今のシンプル簡単バージョンのポイントと、これからやるかっこいいバージョンの解説は、日本語バージョンの、解説の方の動画で、もうしっかりしてます。コードの解説などもしてますんで、概要欄に貼ってある、日本語バージョンの方ちょっと参考していただければというふうには思います。なんで、このね、英語バージョンの方は、このままかっこいいバージョンの方のレッスン動画の、シェアにもういきなり入っていこうと思うんですけど、このトレモロ奏法、これは気持ちがいいですよ。こんな感じで、タラ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 。こういうリズムの中で、歌を歌っていく。なんかこう皆さんもしかしてこういう感じのね、初体験かもしれないんですけど、そんな感覚もちょっと英語の歌詞とまた混ざると、また雰囲気かなり出てきますんでね。ちょっとやってみてください。それではやっていきましょう。Someday my prince will come. ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみます。
Someday my prince will come。 ガズレレレかっこいいバージョンやってみました。いや、やっぱりいいですね。英語でなんか歌うと本当になんかこう渋いジャズクラブでなんかウッドベースとかこうピアノとかで、ね、こうトリオとかでなんかやってるようななんかイメージが浮かぶんですけどね。そんなおしゃれおしゃれなんだけど、また白雪姫っていうこの世界観のこのね、なんか2つの世界がこう合わさってるみたいなところがまたさらに素敵かなと思います。はい、ムード高めて演奏していきましょう。さあ皆さん、お知らせです。ですね、ガズのわがままウクレレシリーズの定番のラインとガズの初めてウクレレがですね、ただいま、販売開始になりました。今までこれ予約いただいて期間をいただいていたんですけど、なんと今回即座に3営業日以内に発送ということになってますんで、これご注目ください。でただし、この今使っているガズモデルとセミオーダーモデルに関してはやっぱりちょっと、もうちょっと時間かかりますんですけれども、このレギュラーラインはもう即購入可能です。もうすごいいいウクレレですからね。はい、その辺のことはちょっとここにリンク貼っておくんでご確認ください。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ。ガズレレの、楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で今回この度ね、また40曲の新たなブロックボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃ分かりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さ、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社、リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかも、置いてあります。これは、本当におすすめですね。初心者さんは、まずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上と大ベテランが作って手作り物だとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。